優勝するのはこの俺だ。LIKE。 はい、どうも LIKE と申します。というわけで今回やっていきますのはもう簡単なことです。スピちゃんで勝ちたいならこれを実践しろ、やっていきたいと思います。ついにねスピちゃん予選まであと1週間を切ったというところでね、まあ正直ね技術的なものあんまり変わらないんですよ今からやっても。ただその大会の立ち回り方、そういったものは全然改善ができますので、そういったところをね紹介できればと思っています。それではやっていきます。1つ目、これはねもう一番大切にするべきこと、慌てないことですね。大会1週間ありますからね、1週間あるっていうことを最大限に生かす立ち回りをするべきです。例えばもう序盤に試合やりまくっちゃって、もう正直体力がつきたいだとか、あともう沼にはまった、精神的に疲れた、これもったいないですからね。1週間っていう期間をどうやって生かすのか、あらかじめね計画をある程度立ててやっていくといいと思います。まあ具体的なアドバイスをするのであれば、大会順位の決定する要因はほぼ5日目以降にあります。5日目、6日目、7日目の結果次第で大会順位が変わってきます。まあ小学校のねマラソン大会でも序盤だけめっちゃ早いけど後半疲れて終わっちゃう人とかいましたよね。まあそんな感じで大会も序盤は順位高いけど結局最終的に見たらあんまり順位が高くならない方って結構いらっしゃるんで、そういうこともありますから余裕を持って焦りすぎずに5日目以降に備えていくという感じですね。ちなみに慌ててしまった一番の失敗例、それは沼にはまることですね。まあ、冷凍をねある程度維持したいだとか順位をある程度維持したいっていうのは分かるんですけども、一回負けた時にちょっと慌ててしまって試合をどん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 やっちゃって、結果的にその日が調子が悪いのにもかかわらず試合をやり続けて、気づけば冷凍激落ちくんってこと結構あります。大会順位が決定していくレート制度、だいたいレートを上げようと思うと7割近くの勝率が必要になってきます。そのためむしろ7割程度の勝率を維持できない場合、これやってもやってもレート落ちることが多いです。そのため、まあ、終盤はしょうがないかもしれないですけど、中盤あたりに焦ってしまって試合をやってレートをすごく落としてしまう、これすごく大変なことなので、もしもちょっと調子が悪いなとか、いやー今のは今までだったらあんな負け方しなかったのになんで負けてしまったんだって試合があった時は、とりあえず一呼吸置いて落ち着いてから挑みましょう。2つ目、これはね系統を渋らないこと。系統を渋ってしまう、これねなかなかやってしまいがちなんですけども、気づいた時にはかなりやられてる可能性結構ありますよ。まあ人によってはね、うわーここはできるだけ中継ぎ抑え使わずにしのぎたいなと思うことあるかもしれません。しかし中継ぎ抑えを渋ってしまった結果負けてしまった時、これかなりもったいないです。そもそも先ほど話した通りね、冷凍を上昇させるためには約7割の勝率が必要となってきます。裏を返せば1回負けてしまうとそっから3連勝しなければ冷凍は上がらないということです。それだけ1敗はかなり重いんですよ。言い換えれば系統を1回渋ったことによって3回勝利をしなければいけないということですね。系統をためらう意図としては中継ぎを取っておきたいということなんですよね。けどそこで負けてしまった場合、中継ぎを取っておいてよかったって試合が1試合あったとしても、それとは別に2勝しなければ先ほどの負けを取り返せないってことですね。というわけでやばいと思ったらとりあえず中継ぎ抑えを出して流れを変えていく、これすごく大切です。ただしここでね、まあ明らかにちょっとこの試合は無理かな、例えばねもう7点差つけられてなおランナー2、3塁とか、そういった状況では中継ぎを使わずに勝負するっていうのも十分ありだと思います。最後、これはもう完全に終盤の話になりますが、試合をあまりためらわないことです。最終レート制というのはすごく悪魔みたいなもんでね、最後の最後で負けてしまったら順位が落ちてしまう、それで、ね、すごく怖いことで、まあ自分も正直ね今まで試合をためらったこと何度もありました。ただ試合をためらって得をすること、これなかなかないですね。私の経験上ですとベスト8に入るか入らないか、まあ私結構そのベスト8争いをしてきたんですけども、結局は試合をためらわなかった人が大体8に入っています。順位を決定づけるボーダー、まあこれはペースに差があることもあるんですけども、落ちることはもうほぼないと思っていいです。
そのため最終日はむしろ余裕がある時くらいに万が一負けても取り返せる可能性があるといった字で早めに動いていくことがおすすめです。皆さんこの3点意識するかしないかでかなり順位変わってきます。これはもう私の経験からしてほぼ絶対と言っても過言ではないです。この3点をね意識してね、まあ皆さん今までベストの順位取ってみてください。それじゃあ次の動画で会いましょう。グッバイ。